米山隆一君。はい、それでは会派を代表してご質問いたします。時間に関しましては今ちょっと少しオーバーした分私の方で調整いたします。それではですね、お手持ちの資料1ページ目ということで、ちょっとまあ非常にホットな話題なので、ホットというか直近の話題なので、あまりそれは分かりませんと言われるのかもしれないんですが、まあ、とはいえやはり重要といいますか、実は私昨日まあもちろん代表質問をし、今日も反対討論をして、ごめんなさい、反対討論をし、今日も質疑に立っておりまして、で昨日来からその法務省入管庁のホームページを一生懸命資料を探していたんですけれども、なかなか接続できないと。で何が起こっているのかなと思っておりましたら、これなんとですね、アノニマスという集団からサイバー攻撃を受けたというふうに報じられております。実際に感じたところでもあるので、実際そうなんでしょうと思うんですけれども、こちら分かっているところでどのようなことが起こったのか ご表示ください。押切サイバーセキュリティ情報課審議官。お答えいたします。5月8日の夜から9日の朝にかけて、法務省ホームページへのアクセス数が何らかの原因で急増したことにより想定以上の負荷がかかり、その結果閲覧障害が発生いたしました。9日の午前8時20分頃には閲覧可能となったものの、その後も一時的にアクセスしにくい状態が生じることがございました。現在法務省ホームページへのアクセス数が急増した原因について調査中であり、その原因を現段階でお答えすることは困難でございますが、必要な対応を行っているところでございます。はい、でそうしましても、これ、単にアクセス数が増えただけっていう可能性もゼロじゃないんだと思うので、その場合には、その犯罪もクソもないということだと思うんですけれども、で、そうではなくて、ここの、一応ね、犯行声明も出ていることでございますので、アノニマスって、ある種有名なところではあるので、でそうすると、単にアクセス数を増やすだけで、その、ホームページ等へのアクセスを妨害するという行為は、DDoS 攻撃って言ってよくある話だと思うんですが、このような行為が意図的にやられている場合、これは日本の現在の刑法で何か犯罪成立いたしますでしょうか。松下刑事局長。お答えいたします。まず犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、刑法234条の2に電子計算機損壊等業務妨害罪というものがございまして、こちらは人の業務に使用する電子計算機もしくはそのように供する電磁的記録を損壊し、もしくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報もしくは不正な指令を与え、またはその他の方法により電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、または使用目的に反する動作をさせて人の業務を妨害した場合に成立しうるものと規定しておりまして、また一般論でございますが、刑法233条の偽計業務妨害罪というものがございまして、こちらは虚偽の風説を流布しまたは偽計を用いて人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した場合に成立しうるものと規定をしております。はい、そうお答えになるんだろうとは思うんですけれども、要はこの DDoS 攻撃って何が困るかっていうと、要はホームページを見ようとしているだけなので、何一つデータも損壊していなければ、何かこう誤った動作をしているわけでもないわけなんですよ。要するに正しい動作をさせようとしているという理屈が完全に成立してしまうので、今ほどね、条文は承知はしてるんですけれども、それ成立しないんじゃないですかっていう趣旨なんです。でそれに対して、いや個別だから答えられませんというのは、それは果たして法務省としていいんですかと。というのはだって、要はこの、要は DDoS 攻撃って最もありふれた攻撃なわけですよ。で最もその犯罪にならなそうであり、しかも虚偽の風説も何もしていないと、ホームページ見てるだけですっていうことが成立しちゃうので、それは何か対策しなくていいんですかという趣旨なんですけれども、これに対してご答弁いただける方おられればご答弁いただきたいんですが、どうですか。答えいたします。先ほど冒頭で申し上げました通り、犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄と申し上げた意味でございますけれど、その先生がおっしゃっているその DDoS 攻撃というものが、その具体的にどういうもので、それがその、この場合で言えばおそらく法務省の業務にどのような影響、あるいは法務省の電子計算機等にどのような影響を与えたかというのは、事案によって、収集された証拠によって違ってまいりますので、そういった趣旨で個別に判断されるべき事柄であるというふうに申し上げたところでございます。はい、非常に噛み合わないんですけれども、いやそういうことを言ってるわけで、だからこの個別の案件に関しては、それはね、なんていうか、そもそも法律がないのを無理やり処罰はできないわけなんでね、それはそれでいいし、それはこの個別の案件について個別に考えるのは当たり前なんですよ。でもそうじゃなくて、この今後あり得るわけでしょ
っていう話をしてるわけです。今後あり得る攻撃類型じゃないですかと。今後、それこそサイバーセキュリティ化なんてものを作ってらっしゃるんだから、その、ね、政府のシステムに対してあり得る攻撃であり、で、しかも、それが、ま、全、悪意でないならね、それはもう世界中の人が興味を持って、日本の入管行政というものに対して興味を持ってアクセスしたならそれはもうしょうがないって話だと思うんですけれども、悪意を持ってやられるんだったらそういう犯罪類型に対して、まあ犯罪というか今のところ犯罪じゃないですけど、そういうなんていうか悪意行為の類型に対して処罰できる法律みたいなものを作るっていうことを考えるのは法務省のお仕事だと思うんですよ。で、それに対してね、いや犯罪は個別に案件するからっていうのは答弁、ご答弁になってないと、もちろん私これ通告してますからね、ご答弁になってないと思うわ。あ、まあ確かに通告として犯罪が成立しますかっていう質問だったから、まあそれを超えている想定を超えているサラトリなのかもしれませんけれども、やっぱりこれね、悪意を、しかもこれ古典的かつ一般的な話じゃないですか。だからこれ要は今の犯罪、今のその刑罰法規ではおそらく処罰の対象にするのは結構難しい話なんですけど、そのままホームページを単に見るだけっていうのをひたすら数やるっていうのはね、でそれはその他に当たるから大丈夫だって言われればそうかもしれませんけど、基本難しいわけなので、それ多少なりとも今後直ちに刑罰法規を作れって意味じゃないですけれども、検討すべきことじゃありませんかという質問なんですけれども、それに対してご見解どなたでもいいんですがいただけますでしょうか。お答えいたします。今委員からご指摘の通り、処罰類型を検討して、まあ、新たに作るということはまたなかなか時間のかかることでございまして、私どもとして今後、まあ、やはりこの DDoS 攻撃等のサイバー攻撃を防ぐためにいろいろと考えていかなければならないというふうに考えております。で、後ほどご質問でも、はい、よろしいでしょうか。はい、ご質問でこのいろいろな、まあ、CDN とかそういった仕組みが効果的、と言われているが、そのことについてどうかということで、ご質問いただく、予定でございましたが、その件につきましては、例えば委員ご指摘の、CDN、コンテンツデリバリーネットワークはコンテンツを構成するデータの管理サーバーをインターネット上に分散配置することで、インターネット回線の負荷を軽減する仕組みと承知しており、いわゆる DDoS 攻撃を含むアクセス数の急増による閲覧障害に対する有力な手段の一つであると考えております。先ほど述べました通り、法務省ホームページへのアクセス数が急増した原因について現在調査しているところではございますが、今回のような障害が発生すれば利用者に影響を与えかねないものと承知しております。今後ニスク等の関係省庁とも連携の上、当省のサイバーセキュリティの強化についてさまざま検討してまいりたいと存じております。斉藤大臣も手を挙げてくださったので、そういったそのシステム対応とともに、私も別に次々とこう刑罰を増やすというタイプがことが好きなタイプでもないんですけれども、しかしいろんな悪意を持った行為、まだ刑罰じゃない、まだ犯罪じゃないですけどね、悪意を持った行為が次々と出てくる現状においては、それはそれに合わせて刑罰もまた作っていかなければならないと思うんですが、ご所見を伺います。まず今回の件についてはまだ原因がわからないということですので、その原因を踏まえてですね、この、まあ、少なくとも今回のような障害は利用者に影響を与えていることは間違いないというふうに思っています。まあ、今後ですね、この原因がはっきりした上で、今後どうするかということにつきましては、我が省だけということよりも他の省庁にも大きな同じような問題が起こりうるわけでありますので、まあ、ニスクなどの関係省庁とも連携をしながらですね、今回の事案を踏まえてサイバーセキュリティの強化について検討していくってことは必要なんだろうと思っています。それでは次に技能実習制度及び特定技能制度についてお伺いいたします。これは今度の3ページ目資料とお手元の資料3ページ目でですね、私特定技能2号について質問した時にはですね、あんまりいや普通にやってくださいというご答弁をいただいた後に、この後政府与党にはこのようにしっかりこれから拡充する方針だというのをおっしゃられたということで、野党議員が聞くとご答弁はいただけないけれども、与党にはこういうふうに方針を言われるのだなと、なかなかちょっとショックなところであったんですけれども、はい。で、一応ですね、まあ、さはさりながら、そんなこと言ったってしょうがないので、この方向についてはお伺いいたしたいんですけれども、まあ、これはね、私の質問もですね、特定技能を広げるべきじゃないですかっていう質問で、いや、実際に広げる方向ですということだったの、方向だという報道なので、まあ、それ自体はいいんですけれども、まあ、それにあたってはですね、やっぱりその、まあ、技能実習制度というものに関しての、まずはその総括っているんじゃないですかと思っております。で、これは今のご紹介した報道とはまた別の話で、技能実習制度はですね、有識者会議
議において廃止方針が決定されたと報道されております。でそしてこれに代わる制度を作る予定だと伺っているんですけれども、まあ、ただその有識者会議のこう中身などを見ますとですね、まあ、正直あの技能実習制度を焼き直すつもりなのかなというふうに見えます。でただこの技能実習制度はですね、国連自由権規約委員会において技能実習制度下で強制労働が存続しているとの報告を引き続き懸念しておりますと指摘されていたりですね、米国務省人身取引報告書においてティア2の監視リストに入っているということで、まあ、今までこんな制度をあの維持してきたこと自体に対してそれは反省というものがいると思うんですが、あの大臣のご所見を伺います。まずあのどっちからお話しするかということなんですけど、私はあの技能実習制度は、まあ、技能の移転等を通じた、まあ、国際貢献を目的とする制度でありまして、まあ、これまで多くの外国人や企業に活用され一定の役割を果たしてきていると思っています。ただ一方で、一部の受け入れ企業等においてはこの制度趣旨が必ずしも十分理解されずに労働関係法令違反ですとか技能実習生の失踪等の問題が生じているということももちろん認識をしておりますので、まあ、厚生労働省や外国人技能実習機構と連携しながら運用の適正化のための取り組みを進めてきてはいるわけであります。で一方であの技能実習制度につきましてはそういう両面の指摘もあるんですけれども、この際ですね見直すべきだろうということで技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議においてまさに技能実習の制度目的と実態を踏まえた制度の在り方をはじめとして幅広くご議論が今行われているところであります。で私はいずれにいたしましてもこれ大事なあのテーマだと思っていますので有識者会議でのご議論を見据えつつあの関係省庁もありますので連携しながら政府全体でこの流れの中でしっかりと検討していきたいと考えています。はい。で、まあ、建前としてそういうご答弁になるんだと思うんですが、これはしかしあのご指摘させていただきたいんですけれども、まあ、もしあの技能実習制度のすべてが悪いというつもりもないですし、まあ、制度開始当時において確かに技能移転というものが行われたのはそうなんでしょうけれども、もうここ10年じゃないと思うんです。ここ20年ぐらいはそれはもう実態として誰がどう見たって実態として技能実習なんかしてなかったでしょうと、誰がどう見たってあれは単なるあの安価な労働力であったと。でその事実はやっぱりですね、それは建前として言えないところはあり得るとして、やっぱりきちんと認めて反省すべきだと思うんです。それはあの法令違反のようなあの実態がなかった、あの普通にきちんと お給料払って、まあ、あのそこまでなんていうかひどい状態ではなかったっていう事業所がそれは大半だと思いますよ。その法令違反なんてのは少なかったと思うんですけれども、まあ、しかしあの地方でね、その私あの大臣だってそのもちろん地元の企業をあられるでしょう、社長、私だってもちろん地元企業あるわけですけれども、そこで技能実習使ってらっしゃる社長さんたちにどう話を聞いたってそれは安い労働力だったわけですよ。いや絶対そうだと思いますよね。そこを頑強に否定し続けるというのはあまりに実態に反している。だってどんな技術をそんな教えるんですかと。そんな教えるんだったら そもそも教える技術としてね、まあ、最初のね1ヶ月や2ヶ月教えたのは分かりますよ。でも1ヶ月2ヶ月教えたら終わるような技術だったじゃないですか。そんな2年も3年も教えるような技術じゃなかったでしょっていうのは、それは実態としてそうでしょうと。やっぱりそこはきちんとお認めいただきたいんですけれども、まあ、せっかくですから、あの、大臣の、ご見解を伺います。私が経験した分野っていうのは、あの、たまたまなのかもしれませんが、やはりこの技能実習で、あの、企業もですね、非常にその、いいコミュニケーションを取りながら、技能を学んでもらって、それで帰って、それでまた引き続きですね次の人が来てもらってといういい連携の下で、実習生もあの雇った人も、まあ、あの感謝をしているというケースも私よく知ってるもんですから、その一刀両断でですね、米山委員のようにちょっと切るっていうには私の気持ちはついていけないところがあるということで、まあ、そこはもうあなたは押し物になるんでいいんですけれども、だから私はもうこれはあのいやもちろんね、何せ給料高かったわけですから、じゃあそういう意味じゃ、その実習生の方々が、いや、たくさん給料もらって嬉しかったって方が少なくないことは別に私も否定しないわけです。で、最初の1ヶ月、2ヶ月、習ったことも否定しないし、その事実が向こうに持って帰って、いや、良かったことも否定しない。しかし、実態としては残りの数、もう1年半以上は、さらに労働力だったということは私は認めるべきだと思うし、逆に言うと、今後の制度設計において、実のところはやっぱりそういう、労働力として、特に日本はこれから生産年齢人口減るわけですから、必要なんだということは正面から認めた制度にしないと、また、本音と建前が乖離したようなことになってしまうということをご指摘させていただきたいと思います。で、ちなみにこの技能実習制度についてまあ、もしくはそのさらに、まあ、技能実習に限らずなんですが、でも特に技能実習がってことだと思うんですけれども、外国人労働者につきまして、日本人の賃金低下の原因となっておると。特に日本人のその実質賃金が低下しているということに関して、いや、その、
原因は外国人だというような、まあ、言説が見当たります。で、私はそれは非常に間違っていると思っておりまして、まあ、それきちんとですね、いろいろ調べれば、そんなことはないと、賃金水準にほとんど影響を与えないんだっていうような調査もなされているところなんですけれども、これ厚生労働省におきまして、まあ、単独、多分厚生労働省だと思うので、厚生労働省におきまして調査などがありましたらデータをお示しください。原口厚生労働省大臣官房審議官。お答え申し上げます。議員ご指摘のような実証的な、ま、調査分析につきましては、厚生労働省といたしまして行ってございません。で、これね、なかなかそれでいいんですかと。いうことだと思うんですよ。いや、これ民間のね、調査はあるわけですよ、もちろん。ね、別に、何も厚生労働省の人がそのまま民間で調査、自分で調査しなくたって、委託調査研究したらいいじゃないですかっていうことだと思うんです。で、これだって、まあ、しかもこの手の調査って、おそらく結構官庁が関与してくれないと、データを得られない、元データが得られないわけですね。分析は、研究者の人ができるとしたって、いろんなその事業所に一体どのぐらいのお金、賃金払ってるんですかみたいなことって、なかなか一研究者ができることはないと思うんですよ。だからちゃんと、だってこれから、あれじゃないですか、まあ、それこそね、先ほど言った通り、日本は多くの外国人の方を、まあ、それは意見は分かれるとして、もはや実態としてそれ必要になるわけだし、新しいその外国人技能実習制度に代わる新しい制度を作る上でも必要な立法制度だ、立法事実になるんだと思うんですね。でそうしたらそれこそ法務省と、まあ、厚労省と共同してそういった調査をきちんとしてですね、で、まあ、もし仮にね本当に下がるっていうんだったら、いや本当に下がるってなったらまた下がらないようなきっと制度を設計しなきゃいけないでしょうし、まあ、逆にさ、いや下がりませんっていうんだったら、そういった外国人を増やしたら困るんだっていうような声に対してきちんと広報すべきだと思いますしね。だからそこはきちんと調査していただきたいということを申し上げさせていただきたいと思います。でちなみにですね、また、次の質問に移りますけれども、この外国人のもうあと5分なので、本当にまた質問はだいぶ積み残すんですけれども、外国人労働者のですね、この技能実習制度を含めた外国人労働者なんですけれども、これはもう今非常にもう減少していると。で、特に例えば今までなんとなくこう外国人労働者の、まあ、今もベトナムっていうイメージかもしれませんけれども、例えば皆さんもフィリピンの方っていうのは多いっていうイメージだと思うんですね。で、フィリピンの方、フィリピンの人がどこの外国に行くか、フィリピンでは外国に行く人多いわけですから、っていうのを調べると、これはもう基本的に中東やヨーロッパが中心になって、日本に来る人は非常に減っているという状況になっています。それはその他の東南アジアの国々でも同じと。で、ところがベトナムに関してはかなり日本が、まあ、未だに多くてですね、だからこそ我々のイメージでも、もはや外国人労働者といえばベトナム人というイメージがあると思って、あると思います。で、これ、まあ、報道ベースの話なんですけれども、この原因として調べたところで、それは、ベトナムの方にしたって、別に日本語とベトナムも一緒じゃ、同じじゃないわけですから、中東やヨーロッパに行くインセンティブがあるのになぜ行かないかというのは、実は、この外国人実習制度における送り出し機関というものがもう完全に現地において確立していて、で、そこに対するキャッシュバックみたいなものがもはや制度化してしまっていると。だからもう向こうの利益としてそういうことがビジネスとして確立してしまっているからベトナム人が来るんだというような、まあ、報道がなされているわけなんです。で、これは先ほどね、大臣おっしゃられた、皆さんしっかり勉強していていいことだっていうお話があると同時に、やはり負の側面として言われていることであり、まあ、おそらく現実としてある部分であると思うんですね。ですので、まあ、この現状に対する大臣のご所見を伺います。委員ご指摘のキックバック等はですね、まあ、その実態把握が正直困難ではあるんですが、現実に存在するのではないかと認識をしておりまして、技能実習生が負担する費用に影響しうるものでありますので、まあ、来日する技能実習生の多額の費用負担ですとか借金ですとか、ひいては失踪の原因にもなりかねないということでありますので、私は解決すべき課題なんだろうと考えています。で、ご指摘のキックバック等についてはですね、技能実習法において管理団体が、まあ、管理事業に関して関係者から管理費を除いて、まあ、いかなる名義でも手数料または報酬を受けてはならないと、まあ、定めてはいます。そしてキックバックを含めて管理団体が管理費に該当しない金銭を送り出し機関等の技能実習関係者から受け取った場合は、管理団体の許可取り消しの対象となるところであるので、これまでも管理団体に対し注意喚起を実施してきている。で、またキックバックを含め不適切な行為を行う送り出し機関につきましては、我が国として確実に制度から排除すること、これ大事だと思っておりまして、まあ、外国人技能実習機構による技能実習計画の審査において、まあ、確認を行って
ている。またその他外国人技能実習機構の実地検査や技能実習生からの相談等により不適正な事案を把握した場合には、まあ、二国間取り決めの枠組みを通じて相手国政府へ通報して調査を依頼した上でその結果に基づいて送り出し機関への指導や認定の取り消し、そういったものを求めているところがあります。まあ、法務省としては大変実態把握難しい問題であるんですけど、引き続き制度を共感する厚生労働省や外国人技能実習機構との連携強化とともに、まあ、相手国政府との協力関係もですね重要ですので、そういうところから不適正事案に対して厳正に対処していきたいと考えています。なのであと一つだけお伺いいたしますけれども、まあ、おっしゃる通りでやっていただきたいんですが、その根本的な解決はそもそも送り出し機関いらないんじゃないですかっていう話だと思うんですね。で、まあ、その送り出し機関昔は必要だったってのはそれはそうだろうと思うんです。昔はそのだってベトナムの方だって日本の情報なんてわからないでしょうし、こちらだってそのベトナムの事情なんてよくわからないと。ね、そういう時代、まあ、送り出し機関でおそらくはそういう時代の名残だと私は思います。で、今はもう本当にどの国に行ったってもう皆さんスマホを持ってらっしゃって、で皆さんでしかもさらに言語の壁すらですねもう自動翻訳で全然見れますという状態になってるわけですよね。何もこっちでそのベトナム語で書かなくたって、まあ、翻訳しちゃうわけですよ。だからもうそういうものはほとんどいらないんじゃないかと。ですのでかつ、まあ、今回まさにですね制度を変更するわけですから、その なるべくそこに依存しない制度にすべきだと思います。でところがですね4月28日に行われた政府有識者会議の議論を見ますと、相変わらず送り出し機関や管理団体に依存した、まあ、基本的に技能実習の焼き直しのような制度を作ろうとしているように見えますが、これは私はぜひそうでない制度を作っていただきたいと考えておりますが、大臣のご所見を伺います。まあ、患者もうあと時間ない、本ないので本の患者です、はい、時間も迫っているようですので、まあ、ただ委員ご指摘の点については有識者会議の中で、管理監督や支援体制のあり方、これが一つの大きな論点として議論されているところで、ありますので、まあ、今の時点で私の方からこうすべきだ、ああすべきだというようなことは差し控えたいと思っておりますが、まあ、しっかり議論を見守りながら適切に対応していきたいと思っています。ありがとうございました。以上です。